はあ、今日もいい天気。こんな天気にはスカイブロックをやるのが一番だよね。1マスからな。来ました1マススカイブロック。今回再び1マスブロックをやっているということは、この動画の高評価が2000達成したからやることになったんだぜ。投稿して2時間も経たずに達成してましたよね。まさかこんな早く達成するとは思わなかった。皆さんの熱意もあり早くもシリーズ化が決定しました。ということで大きな目標を掲げてこの1マススカイブロックを攻略していきます。ポケモンと一緒にね。さあそれじゃあ主さんにこのシリーズの目標を言ってもらいましょう。さあどうぞ。生き延びる。そんなちんけな目標じゃないだろ。いやこの世界で生き延びるのも十分壮大な目標だろ。今度はボケなしでお願いします。今のがボケと思っていいのだろうか。マリサさん早速辛辣ですよ。伝説のポケモンをゲットします。はい無理ゲーきました。前日挙げた実験系の1マススカイブロックとは少しルールが変わってるんですよね。まずあのポケモンセンター。あそこまで行けたら自由に回復することができます。ということは前みたいにセブンマジック使ってポケモンを回復しちゃダメなの？ダメですよ。じゃあ前より鬼畜になってるじゃないか。それじゃあポケセンに到達するまでに手持ちが全滅したらどうなるんだ？そしたらポケモンを新たに1マスからやり直してもらいます。すっぽい鬼畜に変わってないか。でも最初のポケモンは自由でオッケーですよ。あレベルは10で飛べないポケモンでお願いしますね。結構制限あるやんけ。進化したら飛べるポケモンならオッケーなんでしょ？あ、それなら大丈夫ですよ。まあこの企画の意味を考えた上でポケモンを選んでくださいね。ペル君の圧力がかかったな。よっしゃペル君の圧力を踏まえて私が選んだポケモンは、ミニユーでいきます。オッケーです。それじゃあ1マススカイブロック開始していきましょう。ちなみにセブンマジックのようにポケモン回復とかはできないですけど、それっぽいことは一つできますよ。それはなんだ、周囲50マス一気に拡大できる力とか？あんたこの動画の趣旨わかってるのか？それはバイオームを自在に変えることができる力です。いやそれも十分すごいな。バイオームによって出現するポケモンが違いますからね。バイオームを変更してポケモンを多種類出せるようにすれば、その分ドロップアイテムを増やせるということか。関係ないけどこの対列戦闘と攻防どう考えても宙に浮いてるよね。実は飛行タイプだったり、おいそこには触れてやるな。まずはあのたった一つのブロックにミニユーが倒せそうなポケモンが出るまでひたすら厳選。このように奈落に闘神を繰り返すのだ。これは主さんが特殊な訓練を受けているので何度も奈落に落ちることができる荒技ですので、皆さんは主さんと同じ企画をするときは決して真似をしないで、再読み込みをしてポケモンの出現をリセットしてください。その特殊な訓練がどのようなものか知りたいし、そもそもこんな企画をセブン以外にやる人がいるとは思えない。今回が初見だという人に言っておくと、本来1マススカイブロックっていうのはこのブロックを壊すと別のブロックが即座に出てくるという、なんとも摩訶不思議なシステムになってるらしいけど、今回そんな謎な仕様は一切ないし、私が今立っているブロックは何の変哲もないブロックなんですよ。セブン舐めんなし。セブン舐めてないし定期的に出てくるお前のその顔の方が謎なんだけど、こんな感じにどっかのバトロワゲームのスキンにありそうな顔もできるし、地上最強の生物みたいな顔もできるんだぜ。すごいだろマリサ。顔面変化症始めなくていいから、いちいち謎の顔に変わってたら視聴者ついていけずに引いていくぞ。それは困るので顔をちょくちょく変えるのはやめておこう。いやせめて普通の顔にしてからやめて。なんだよ今の顔が私に違和感だというのかマリサ。圧倒的違和感だわ。目玉焼きにソースかけるぐらい違和感だわ。ああ確かにそれは違和感だわ。ってそれ人によっちゃ普通の感覚だぞ。そんなわけあるかよ。ゲームの実況に戻ってくださーい。わーペル君が怒ったとは言うのもののマリサとはにゃわにゃ喋ってた時、ずっと奈落に落ちてばっかりだったんだよね。実況したところで奈落に落ちてる現状をお伝えする以外なかったよな。ということでピクセルモンの設定を変えました。リスポーン地点から離れるほどレベルが高くなるように設定。これにより確実にミニユーが倒せるレベルのポケモンが出現する。せっかく苗木をゲットしたのにポケモンに押されて結局なかったことに。1マススカイブロックの怖いところですね。本来ならここのブロックを壊しまくっていろんなブロックとかアイテムが出てきて、結構充実した空島生活になるはずなんだがな。一向に1マスのままじゃねえか。しょうがないでしょ、ブロックを落としてくれるポケモンがいないんだからさ。ゲットしたとしてもポケモンと一緒に闘神してたら入手できるアイテムも入手できんし、なんだこの鬼畜な世界は。あなたが考えた企画でしょうよ。実験の段階では結構いけそうな企画だとは思ってたんですけど。おーおー、こっ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 こ。もう心配はいらないぞ、ペル君マリサ。石が出たことによってこの島を広げることができる。これでこの企画は順風満帆にいけるぞ。石でそこまで自信がつくのに対して心配なんですけど。まず石住まいがこのブロックに出現することが判明。そしてそのポケモンが石ブロックを落とすので、ここから島を広げていくことが判明。つまり主さんはこれで伝説のポケモンゲットまで順風満帆にうまくいくと。いやおかしいおかしい。のっこっこ、そんなに自信があるのは石が出てきただけが理由じゃないぞマリサ。なんだとまだ理由があるというのか。ヘラクロスのドロップアイテムはスライムボールなんですわ。つまりこのスライムボールを集めてクラフトすればスライムブロックになり、私が予期してポケセンまで落下してタイミングよくスライムブロックを設置できればポケセンにたどり着けるというわけか。ほわマリサ隊長、大変なことが起きました。どうした申してみよ。無限ダイナが出てきました。
いやでもこれはゲットチャンスじゃないのか。お前本気で言ってんのか。そんなレベルで大丈夫か。大丈夫だ、問題な問題終わりだわ。無限大縄レベル100で出てくるの謎すぎないか。他のポケモンはみんなレベル1とかだったのに。伝説のポケモンに関してはあの設定は適用されてなかったんじゃないですかね。さっきはいけるとか勢いでかましたけど、こんなの無理に決まってますやん。ということで奈落に落ちますね。無限大なあんたと次再会するときは私の手持ちはあんたに匹敵する強さになってると思う。それまで待っていてくれ、必ず挑んでやるからな。よっしゃ、それじゃあ改めてまた別のポケモンを。ってまだいるんかいな。許してくれ無限大な、これをやんなきゃ先に進めないんだ。伝説のポケモンを奈落に落とそうとしてますけど、せっかく石住まいがドロップしてくれたブロックを。そっちかいな。ミニユーの PP がきつくなってきたな。まあそれは問題としていずれは出てくると思ってたけど。ということでポケモンを変えて再スタートです。この企画さては鬼畜だな。今回はラプラスを相棒に選びました。進化しないから元からステータスも高いし、何より可愛いので採用しました。今の要素かなり重要ね。さっきまで見えてたポケセンがなくなってるのは気のせいなのか。気のせいじゃないですね。まあ詳しく話すと長くなるので省略すると、ポケセンなしになりました。いやその理由を知りたいんだよ。ということでミニユー時代よりもさらに鬼畜仕様になったということで、再びこのスカイブロックを攻略していきましょう。本当に攻略できるのか。バイオームは自由に変えられるということで、今回まず最初はメサにしました。前回の実験会でメサにはブロックをドロップするポケモンがたくさんいることが判明したから。しかもメサに出てくるポケモンは岩と地面タイプが多い。それすなわちラプラスが輝ける場所である。あとラプラスは可愛い、これ重要。ということで相棒がラプラスになったということです。はい、もう簡単にブロックをゲットしちゃいました。これで島拡張に関しては問題なし。しかし依然残るのは回復問題だな。さっきのミニユーの時もほぼ PP 切れかけてたからな。さらにラプラスになってからポケセンすら消えたという事実、これやばいんじゃないか。やっぱりそう思うよねマリサも。おっと、何か秘策があるのか。ないですよ。ないんかいな、思わせぶりかい。ただその分得られる経験値は増えたので、ラプラスの育成はやりやすいと思います。つまりアイテムもゲットしやすくなるってわけだ。でも早いうちに回復系アイテムを作れるようにしておかないと、またミニユーの時みたいに積むからな。もうミニユーの二の前になるのはやめてくれよ。ぬおっほ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 。マリサその心配はなくなったぞ。ラプラスが命の雫を覚えたからな。依然 PP 切れ問題は解決してないけど、ひとまずブロックで島を広げることはできる。だが未だに回復手段がない。もうそろそろ PP もやばいですね。レベルアップした時に攻撃技を入れ替えてなんとか PP を維持してきたけど、ラプラスも PP が多い攻撃技を覚えなくなってきた。鉱石の確保確認。まだ少し余裕はありますけどね。お、色違い出てるぞ。とわー、ちょっと待ってよ、そこの色違い。いやでも色違いゲットできないし、どうすることもできないや。いやポケモンゲットできない状況で色違い出てくるの本当に嫌がらせだと思う。マイクラのシステム側から嫌がらせをされるほど、この人の日頃の行いは悪いようです。私マイクラで何か悪いことでもしたでしょうか。数々の失踪作品を招き出した主さん、今の考えを述べていただけないでしょうか。申し訳ありません、嫌がらせを受けて当然の身だと受け入れております。というわけでマリサさん、あの嫌がらせ現象は起きるべくして起きたということです。私もその考えだったので一致してよかったです。ということで判決懲役700年。重いっていうか、実況に戻れとあんなに言ってたペル君がマリサに加担しちゃダメでしょうよ。お、どうしたんだセブン、何か思いついたのか。思いついてしまったよ私、この世界を生き延びる方法を。ななんだと。さっき私は糸丸を倒して糸をゲットしたんだ。糸を合わせると羊毛ができるんだ。羊毛ではベッドができるんだ。そうだな、ベッドは時間を夜から朝にしてくれるけど、それ以外に何か効果があるのか。ピクセルモン初心者のマリサにとんでもないことを教えてやろう。ベッドで寝たらポケモンは全回復するんだー。なにー、つまり糸と木材を集めさえすればポケモンが PP 切れとか瀕死とか積み要素がなくなるというわけだ。糸は糸丸が落とすことは分かった。それじゃあ木材は誰が落とすんだ。ペル君情報かもんぬ。はい、わかりました。この世界で木材系をドロップするポケモンはクヌギ玉来たー。ということで奴が出てくるタイガバイオームにしたら、あっさり出てきてくれましたわ。クヌギ玉は出やすいタイプのポケモンのようですね。なるほど、木材は君から確保すればいいというわけだ。しかも原木で落としてくれるありがたさ、これにより私は生活する権利を得られたのだ。よっしゃー、これで私の伝説の物語の幕開けだというわけだ。またなんか言ってますよこの人。